さあルートルートルート、このルートだと右奥のリポブカまで待ってもいいね。最後まで待つと結構しょこないからな。待とうか、リポブカまで。黄色で待とうか。みんな飛んでいっきょうな。個人ギャラでライブ降りるだろう。これ発電、発電所一挙やつやな。狙いがいると思う。みんな発電所狙いで降りていくんじゃないかな。ファクトリーから北に行った方がいいんじゃないかな。早めに飛ぶよりは。強制的に落とされて黄色に向かって飛ぼうか。うわ、めっちゃ降りやん。これファクトリーの方行くと思うんだけど、ほら。多分みんなそう言ってようと思う。リポブカにはあまり来ていません。リポブカ人気ないかな。あんま人気ないよな。俺ら好きだけど。一応手前に車ないかチェックしながら行こうかな、俺は。ない。まだ見えん。一応俺は手前の倉庫から行こうとしている。奥行ってる。行け。お見は周りには誰もいない。俺たちだけっぽい。俺より先に人はいねえ。うん。後ろにもいない。じゃあとりあえずレストラン。レストランどこや。じゃあ俺は手前の倉庫から。クマさんが2個目の倉庫かな。レストラン裏から。とりあえずハート。ショットガン4倍スコープでカーだから悪くない。なんもないです。レストランになんもないってあるんや。ヘルメットレベル3にカバンちゃんレベル2もある。なんだそれ。あれいい1軒目だった。2軒目終わった。ああすごい、レストランなんもないで。バックパックが1個ここに。ああ、S ケースか。S ケースか、微妙やな。これ、お前、あれカーのやつだぞ、これ。拾ってけよ。ああ。大容量感想。ああ、こっちの方か。おい、こっちの。スナイパーライフルって書いてるけど、これ入らないわ。カーには使えないやつ。S ケースだ。じゃあ、使えるの。今、S ケース持ってんだろ。S ケース用なの？うん。でもさすがにこの街全部探索すりゃあるだろう。なんか別なの。俺はショットガンとかならアサルトの方がいいな。サブマシンガン。じゃあそれちょっと後で。オッケー。拾った？拾ってる。カバンちゃんレベル2だから結構持ってる。ショットガンあるけど、ショットガン使いたい人いる今回。ショットガンはレベルじゃない。2個のやつ持っとる今。ダブルバレル？うん。クマさん、ここにヘルメットレベル2が。SKS。ウージーでいいか。SKS。いや、AKM が落ちてるんだけど。AKM、カガ君いる？ AKM 取りに行こうかな。これはサブマシンガンと。どこね。どこや？めっちゃ遠いな。速攻取りに行こう。あー、ここには。落ちてる。ウージーよりどこ ?2 軒目 ?3 軒目今いるところ。今いるとこ。まだ行く。ここにウンピーもあるぞ。ウンピー取りに行くわ。ウンピーと一緒にあれがあるわ。ちょ、あれちょうだい。大容量弾倉。ああつけれるか確認したい。 AKM どこだ。ないぞ。あ、SKS ってスナイパーライフルなんだ。おお、なんか弾がすごいある。お、20発になった。結構入るんだろ。うん、倍になったぞ。ショットガン持ってないから落としとくわ、弾。はい、俺両方ショットガンになったで。それは自分でうまく直してくれとしか言えんわ。おめでとう。俺はカーとサブマシンガンで今回は行く。 AK ズどこ？AK あるって言ったらね、どこにあるの？その2階にある。2階か。
AKM の弾がね、俺も欲しいんだけどね。まあいいや。5点。俺のとこ。7.62 かな。7.52 か。お、当たった。まあ俺はスナイパーライフルとして使うからそこまで弾はいらないけど。ちょっとマップチェックしよっか。割と遠いな。車見つけときたいな。サブマシンガンの強化パーツ系あったらちょっとよろしく持っといて。はい。あれは、弾倉とあれスコープがないからレッドサイトとかレッドサイトかフォローかあれば欲しい。え、何もないよ今。で、7mm も俺あのスナイパーライフルの弾だからできれば欲しい。科学に分けてっていうことになるかもしれない。はいはい。で、熊さん、俺拡張クイックドローのアサルトライフル持ってるけどいるでしょ。え、拡張クイックドローの弾倉。拡張クイックドロー弾倉、うん、多分。さすがにあれかな、あれの後の方がいいか。車取って安全な場所行ってからの方がいいか。ショットガンチョーク欲しい。チョークはのショットガンチョークはある。てかそろそろ車探そう、時間危ない。いつものとこないんかな。あれは車か、違うか。弾帯、弾帯あれ。弾帯欲しいな。弾帯、弾帯でいいんじゃね。弾帯あれ車か、岩か。いつものガレージ。なんだ、なんか一歩落ちてるか。ガレージない。ボート取ってもしょうがないからな。あ、お、ホビーあったわ。あれ車っぽい？車あったあった。車かバイクじゃねえかあれ。俺が向かってるのだいぶ遠い。ん？いや俺目の前にいるけど。ガソリン持ってる人いる？とりあえず確認。持ってない。まあマックスあるから大丈夫か。クマさん拾って倉庫前で香川君拾うか。じゃ逆か。香川君拾いに来た。はい。うううっていく。カードのマップチェックしといて。マップ、とりあえず一回アイテム交換する。安全な場所をまず。どっかやろ、海まで突っ切る。これちょっとマップ見てる今余裕ないから。もう完全に反対側。バイクはあるか。俺もちょっと見るわ、まだ余裕あるし。ここまで行ったんちゃう。青いとこまで行く。そこまでバイクの方が早いからバイクで行ってもいいけどね。でファクトリーから来る組に出会わないように行くんなら、あんまりここ下行かない方がいいんだけど、どうする？山突っ切っていく？その突っ切るか。ファクトリー組結構いたよね。ここ右でんじゃん。まっすぐ行けば。直線で行くか。まあガソリンもあるんで。ブースター使ってちょっとスピード稼ごうか。ここだな。後ろしつけた。何色？緑。緑か。緑に向かって直進。とりあえず緑あたりでアイテム交換一回しますか。
車だからこの辺でしといてもいいけどね。この倉庫の配置。倉庫入ってる。入ったら誰か待たれてる可能性ある。この辺でアイテム交換してからにしようか。まだ外だと。どうする？まだ結構あるんじゃない？今のうちに交換しとこうぜ。入ればよかったんだよ。とりあえず拡張マガジン。はい。ほい。ちょっといて。この中で。中までってこと。はい。拡張マガジン。いらないやつね。いらないやつ。はい。これなんもないで。もう捨てた？ある程度。ああ、捨てたけど何もない。このクイックドロー使えなかった？使ったよ。あ、使った。あ、大容量じゃないクイックドローがあるのね。じゃあ俺、すぐ出れるようにしとくね。チョークばっかりやん、これ。ここのさ、上にほら。あ、来た来た来た、来てもだ、来てもだ。まあ、序盤ダメージほぼ少ないから気にしなくて。よし、じゃあアイテム交換 OK、持って。もうすぐ行くで。ほんと序盤はダメージないね。乗った。走って。あ、無料乗ってたのか。一人しか乗ってないと思ってたから。乗ったーって言った。やっぱ一回目は大したことないな、ダメージ。エナジードリンク1個で回復できるレベルだ。駆け抜けちゃうよ。範囲ギリギリは危ないから。パン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 、エンティクさん。慣れてないな。やっぱりあの、青まで行く。離れ評価。あ、いいよいいよ。あ、空いてるな。やっぱ青まで行ったんじゃん。さすがにあのイーグン行くよりはまあ道路の方がまだマシだよ。あ、道路ひたすら左手側から撃たれてる気がする。まあ学校も人気スポットだからな、うん、学校にいるな、おそらく。あ、いっぱいおるな。いや、左右の耳から聞こえるんだけど。ここはちょっとブースター使って気に越えよう。いるね。いるよ。そこら中にいるよ。そこら中でポンポン言った。向かいで見合っとうやん、あいつら。あの家たち。お。撃たれよ、撃たれよ。後ろから撃たれるから、このまんま無視して駆け抜けたらいいな。足渡るよ。そこら中いるな。しかも。範囲内にこれで入れる。サイレンサーで撃っていくやつ持ってんやん。うん、青のとこまで行っちゃおうか。ここが安全だ。どのルートで行くかだな、どうなるか。あそこの家もめっちゃおじさんやな、また。で、誰かヘッドショット食らうっていう。ガソリンも減ってきたからな。これって確か別の人の運転でもガソリンの量とか見れたよな。ガソリンは…ここ渡るよ。あの家軍をどうするか、そのまま突っ切るか。車があるね。違うか。この一番手前車かと思ったけど違うか。ちょっと離れていこう。なんか全然全然関係ないとこ赤くなったで今。時々ある。もうちょっと探りたいんだけど、この辺ってどうなんだろうな。どう、ある左手行けそう？ダメそう？わからん。いや、もう行くならここら辺とかの方がいいと思うよ。俺一気に行っちゃうよ。どうせこっちの方に就職していくんだろう。じゃあこの辺、この辺行くか。ちょっとアイテムを。ちょそこじゃなくて緑ここら辺は危ない。もうちょっと上げるの欲しいんだよな。まあいいか。
使えなくはない。じゃあその辺の家をどっか。そう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 、これこれこれ上にしとらんかった。見えないよ。ここで止まるよ。はい、さあ気をつけて。一応アイテムがフルに残ってる。気をつけていくつつみんなで行動しないと。2体5体。お、なんかある。4倍スコープ4倍もらっとこう。4倍つけるのある。上がると AKM か。 AKM、まあそれ以外何もついてないけど、この AK もエナドリだ。お、回復アイテムもある。ドア閉めとくで。なんじゃこりゃ。ホーガンの弾がこんなとこあるな。ジャケット、エナドリック飲んどこ。俺もエナドリック飲んで回復しとこ。減ったぞ。てか俺ヘルメットがないんやって。じゃあちょっと俺この周りの家行ってくるから、視界取るか俺見といて。視界はスナイパーに任しとこう。カーグが4倍持ってんだろ。うん、俺は持ってないからよろしくね。うん、ピーがあるやん。オッケー、大容量きた。レッドドッグかホロかない。ない。使ってる。なんだよ、止まるな止まるな。すげえ引っかかんだけど。お前も来たのか。どこに行ったん、どこ行ったん、どこ、そっちか。そこで視界取っといて、とりあえず。そこある？なんもない。この小屋だけ見てくるわ、俺。9ミリの弾ならあるけど。9ミリでもう320発あるからね。使い切れるかどうか怪しいわ。これヘッドショットで死ぬからな、頭。カー君、一応ここヘルメットある。どこ？俺んとこ。まだ時間あるだろうし、来てもいいんじゃない？じゃあちょっと行くわ。バイクがある。壊しとくわ。壊れねえな。どうやったら壊れんだ。壊れたか。壊れねえ。いや、どこ。じゃあ戻るか。車どっか隠す？今のうちに。ガレージみたいなとこあるで。ガレージの中入れとこうか。ここあれだな、広いな、うん、スナイプできない俺にはあれだな、あんまりよろしくない場所だな。隣のここのガレージに入れとくな。はいはい。45発しかないかな。え、AKM？ うん。ちょっとまずいな。ショットガンが70あるけど。ここはちょっと開けてるから、あんまりショットガンは。いらないかな。来るならどっちかだよ。俺がね、40発か。あんま上げれるほどないな。とりあえずその棒立ちをやめた方がいいと思うよ、俺。あの、特にあの家から一方的にここ見えてるから、多分家っていうかマンション、あれはなんだろうね、茶色いの。でもね、しゃがんでるとこっちから撃てないからね、結局。先制攻撃するなら立たなきゃ撃てない。それはこっち側の壁の方でしょ、うん、そのあれが怖え、あの赤い建物が、赤茶色い建物が。さすがにあの窓で全部見るのは無理だ。
ったからここにいるんだけど、うん、まあとりあえずこれで、はい、まあ、まだ、うん、まあまあいい位置、まあ、いい位置、あ、敵がおる、どこやこれ、これはミニマップの右ちょっと下の家、家俺の向いとうところ、あの家にいるの、うん、あの家右ちょっと下、俺のとこ、ああ見えた見えた見えた、撃っていい、俺撃てるよ、撃つよ、うん、当てた、お、じゃあ分かんねえんだけど、でもさすがに復活させられるだろう、またあれか、なんとなく見えたけど、あれはさすがに殺した、死亡したよ、とどめさせたよ、俺の多分こかしたやつを、家の中入った今、いやーいいね、さすが4倍のか、多分一方的だわ、虐殺だわこれ、監視特定なところか、血しぶきだけしか見えねえわ、ちょっと後ろを見とくか、家の中に入った、そして音を聞きつけた後ろから撃たれるんだぜお前、そうそう、だから後ろに車が走っとうけど離れていくが大丈夫やと思う、バイクが左手に走っていってる、うん、走っていってる、で場所ずれた、マジかよ、もうちょい下だったか、まずいな、畑だな、今すぐ香川くんの青いところに行った方がいいかもしんない、じゃない行くか、おわバイカ一気を今日今だったぞ、車も来てる、下にもう一台いる、いやあれは無理やな、浜だしまうわ、うん、降りた方がいいかな、ああもうまだ1本あるからね、車行く、先に取られたらまずいんだって、じゃあ車行こう、飛び降りよう、運転任していいか、ああおちょっと待って、じゃああの家敵がいても壁までは行くぞってことにしておくよ、 OK、 青いところね、うるせえなあの飛行機が、あ、撃たれよ撃たれよ、いてめっちゃ効いた、行こう、オーケー、一気にあと29人、7、8チームってところ多分いると思うから、うん、どこに行くか、この端っこの辺にする、端っこってどの家、ここまずいぞ、すんげえガラガラだ、あれ味方か、びっくりするわ、とりあえず入った、あ入ったここ、ね、オーケー、まずいなこの家は、だでもここら辺の家みんなこんな感じか、うん、とりあえず回復は一応アイテム残ってるな、正直隣の家で待ってる可能性もあるからね、行かない方がマシかな、俺ショットガン、エナジードリンク系はない、今1個使ってなくなっ、もう1個あった、もう1個あったけど使わんと俺が食らう、うん、マックスはキープしておきたいね、お、7点やった、まあ、ちょっとその次の範囲待ってから考えようか、うわぁ外れた、あぁそっちかぁ、すぐ行く車で、ねえかよめっちゃ離れとうやん、あった即車で行ってもいいの、これだすぐ行けるはずだけど、もう徒歩で行ってもいいか、問題は後ろから、あと1分ちょいある、後ろ怖いね、
く4倍で見てるけどちょっとわからんわ。車使った方がいいかも。走ったやつはおったけど、あの家に真ん中の家に向かって一挙。めっちゃ飛ばし一挙。やめてくれ。それやめてくれ。もうそれ車一人でおとりになっとってもらったら。そう、おとりになっとる今。熊さんの多分上の家におると思う。走ったやつおったさっき、うん、後ろに。はい、倒した。死んだ。てか来てるなって。あ、言えばよかった。一応俺ここで視界取ってる。誰の車か分かんなかったから俺今。ああ。修也が帰ってきたのかと思った。この家の中は？一応俺が今そこの車家に戻ってる。よし、そこまで、その家を占拠して大丈夫だったら俺がさっきいたところまで行っていいと思う。大丈夫だな。よし、俺のとこまで来よう。ここいない。戻ってこれ。なんだろうこれ。コントロール押すと。この下の小屋までは安全。さっき俺が行って大丈夫だ。左見て、左。左？うん。いるよ、人が。左おった？それ左じゃないよ、それ右。左の平原に。おった？いた。もう降りちゃったら見えないけど。ちょっと登って見てみるわ。いや、もう、うん。どうだろう、いいんじゃないかな。こっちに来てる。一応この小屋は大丈夫だった。俺が先。こっからはもうあれだな。狭いな。左手ぐらいから落とす。上から降りてくる可能性もあるからな、まだ。それが怖い。あれみんなどこ？あ、小屋の前か。正面あたりから結構落としてる。左あたりか、パンパンいってんのは、うん、裏熊さんの裏ぐらいから落としなかった。この上から落としてるわ。あと45秒ぐらい我慢してから行くか。あ、いるんじゃね、あれ近くか。いた。どこ？目の前、目の前、正面。倒した？いや、逃げた。いた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 、おったおった。倒した。まあ気絶だ。俺見えてない。どの辺かすら分かってない。大丈夫、今殺す。マップで言うどこ？中央に向かって。昨日ぐらいやった今。うん。クマさんが倒した。回復できる。倒した。あと11人。今近づいてきてるぞ。ちもうダメか。あの家か。俺の位置一応ギリギリ入んないっぽい。俺の奥の家まで、奥の家まで走ってくるね。俺もうちょっと回復する。俺入んない。食らってる。後ろはもうおらへんかな、さすがに。あと1分。あの家の中が最終決戦地か。ショットガンないぞ俺。ショットガン持ちかがくんか。ショット。あと8人。俺たちが3人だから5人、あと2チーム。弾がね、あんまりないんだよ。弾はあるけど、俺サブマシンガンだから。緊張する。もう一範囲待ちかな。右のやっぱその小屋だ。ああ、その小屋やな。右の方の小屋だ、とりあえず。
かけてきた。やっぱり目の前にいるな。あそこに、あそこにもいるわ。出てきた。外しまくった。うわ、ヘッドショットされた。俺のとこまで来れる？行くわ。すげえ見やすいとこにいるよ。うん、いるけど。車の後ろ、車の後ろ。知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。カー君、カー君、お取りになってもらうしかない。ああ、行けるか。敵来てるな。まだ来てない。あ、シルダー投げられた。よし。おお、復活して。どこ？回復ある。敵の方見てね。しゃがんで、しゃがんで。包帯じゃ足りんな。まだ応急があった。左手、車の裏、出てきた、出てきた。車の裏。伏せた、伏せた。もう一人いる。投げてきた。もう一個前に向かう。あ、よし、あかんあかん、こんでもね。とね、お前ら二人でしょ。敵も二人だから、もう二人どっかにいんだよ。そうだね。よし、殺した。あの車の右裏に一人。今回復させてるだろ、ちょっと行ってくるわ。ほら、これ回復させれんの。倒した、倒した。ナイス。ってことはもう二人この小屋だ。どっちだ、はいはいはい。明らかにお前の今背中向けてるぞ、敵にお前。回復しおったおったおった。行った行った。どっち？今家の中入った。そうだな。家の小屋か。おかげで回復はできた。敵のパクってきたやつ。手榴弾とかねえか。手榴弾じゃなくてあれ。パクリ。後ろのやつ範囲外になったか。スタングレネード。カーグショットガン、俺サブマシンが両方が同時に突っ込んだらちょっときついな、厳しいな。もう待ったでんちゃん、これ来たら撃ったで。で次の範囲待ちだな、うん、結構長いんだよね。これもうラストじゃねえ、これじゃ縮まらないんじゃない。1のまま止まってるんだよカウント。すっげえ長いけどなんか縮まってくるんだよね。くそ、あの装備やめとけやめとけやめとけ、背中向けんなって。結構回復持ってたんだよあいつ。ちょっと待って、あれ1分なのかな、もしかして。俺敵の姿確認できてないんだけど、あの家の右側におったから、もしかしたら左から出るかもしれんから左側見とって。しかしあれ右にいたよね、右の、うん、家の外。右の外にいたんだね。そうそう、家だから裏から入ったのか家の裏にいるのか分かんない。家の裏におるとも多分。あ、いたいたいた、これじゃね。俺らの位置は完全にバレてるからね。ああ。また俺のショットガンの。しらすごい勢いで減るからな。俺らの方が真ん中なんじゃん。やつらの方が狭いやろ。最終的にもしかしたら全部なくなるんじゃないのこれ、うん。だから HP 多い方が勝つんだよ。そう、エナドリを飲みたいが飲めない。持ってない。わざと食らって、あの医療キットがあるからね、応急キットが4個もあるからさ、ちょっとわざとダメージ一瞬だけ食らってくるわ。はい、よっと。これで縮むと同時に医療キット使い始めれるから、両方同時に縮むんなら俺が勝つで、体力で。最後縮み出したら途端に俺医療キット使い始めるから。長いよ膠着状態。こんな動いた負けちゃん、これ俺ヘルメットなくなったかな。いやーやついつ縮み出すの知らないんだよな俺。最後縮まり出すやろ。うん、確かゼロになったはず。
でも位置がなかなか終わらないからさ。包帯1回分刻めるかな、このダメージなら。もう使える。来たな。あ、来た。あと34秒でゼロか、これで。ゼロ。あ、こっちが範囲だな。こっちが範囲だな。あいつは来る可能性。どうなんだ、これって。5秒後。こっち範囲じゃない。違う。回復しろ、回復しろ、回復しろ、回復しろ。おっさい。おっと。え、こっち範囲じゃねえの。はあ。3位。3位。2チームいたの。一人一人だったんだ、敵。ああ。どっちが勝ったんだ。まだじゃない。落としないよ。終わった。終了しましたって出た。マジで。マッチ終了まで。うん、あの右クリックと左クリック間違えたっていう最悪のオチ。あ、お前ね、全然回復しねえんだわ。あれクリックしたのに回復しねえって思ったら右クリックと左クリック間違えたって。あの最後の方の2人との戦いでもさ、俺さ全然うまく当たんなくてさ奇襲取ってたのに普通に負けたからね